いやどうですか、雲結構スペクタクル的に撮れてないですか。まあいいや。はい、ということでここはですね、まあ初めてですかね、道の駅なんですけど、道の駅、海の道の駅みたいな感じで、その名前は名前ちょっと見えないですけど、まあ全国ですね、僕いろいろと車で回ったりとかしてますけど、まあ今回その、まあ、YouTube のね、まあ商品販売しますけれども、そのまあ正直 YouTube しかないかなっていう、もう聞き飽きてますね、もう聞き飽きてるんでいいと思うんですけど、例えばね、あの僕はもうゴーストライターずっとやってたんで、ただ運転しながらね、運転しながらブログの文章を書くとか、運転しながらメルマガ書くとか、運転しながら無理じゃないですか。でもできるんですよ、運転しながら動画。まあね、今回は運転しながら動画を撮るお客さんが買う人は、まあ、限りなくゼロに近いとは思いますけど、ね、顔出ししなくても声出ししなくても広告収入で稼ぎたいとか、まあ、そういう方が買われる傾向があると思うんで、うん、この話しても全くお前みたいに動画撮れねえよって話だかもしれないですけど、ただ一つ言いたいのが、まあどこでも本当できるなっていう、まあ これはちょっとあの雲が結構いい感じなんで、あの一眼の広角レンズで撮ってるんですけど、まあちょっと雲の感じ、本当はねもうちょっと日が出てくれるとね、もっと綺麗になんかいい感じで撮れたと思うんですけど、まあいいや。まああとはその映像面白いっていうところですね。うん、なんかまあスマホだけでも全然いいんですよ。スマホだけでも全然いいです、十分です、まあ、スマホ1台で十分ですし、まああとパソコンあればパソコン画面キャプチャーででもいけますし、まあやり方は無限にあるんですけど、ただその、うん、一眼レフとかそういう機材を使うことによってまたなんか違うクオリティの映像とか撮れるので、まあ、それも動画の面白さかなっていう、まあ、写真もそうですけどね、写真もやっぱ僕も一眼で最近写真撮ってるんですけど、やっぱすげえ綺麗だし、やっぱその全然テンション上がるんですよ、わすげえなみたいな、うん、でも文章ってやっぱその文章なんだろうな、文章ってまあそのライティングって奥深いんで、まあ、一概には言えないですけど、まあ、どうあがいても文章でしかないじゃないですか。もちろんその HTML とかでやったらそのフォントを大きくするとか色を大きくするとかフォントの種類を変えるとか、まあ、いろんなそこで表現方法があるんですけど、例えばメルマガって、まあ、その HTML メルマガやれば別ですけども、普通のテキストメールだとフォント変わんないじゃないですか。だからその表現できる部分が少ないんですけどね。もちろんそのライティングの良さはありますよ、深みっていうのはあるんですけど、映像は映像でもいろんなことができる、まあ、編集すればねいくらでも編集できるし、まあ、ぶっちゃけその今 YouTube やられてる方の中でも、もう一般の方だけどがもう映画っぽいみたいな人もいますし、なんかその表現方法が自由ですよね。まあその質を高めて、質もとことん高めることもできるし、逆に質が全然ない素人感も面白いしっていう、なんか多種多様にいけるかなっていう、うん、だからそこでそのなんだろうな、差別化がしやすい、差別化がしやすいですよね。うん、そう、なんか文章だとあの本当ライティング力になってくるんで、同じこと書いて、同じ、なんだろう、同じこと書いてたら、まあ、差別化なんないじゃないですか、あんまり。でもね、動画だと、例えばその 4K ってめっちゃ綺麗でね、めっちゃ綺麗なバックで喋ってると、まあ、同じこと言ってても、映像めっちゃ綺麗やんみたいな、ね、なんか違う感じで受け取れるじゃないですか。とか、なんか表現方法はまあこれすみません、4K で撮ってないんで、あれですけど。まあ、僕の一眼 4K で撮れないんで、まあ、iPhone 4K で撮れますよ。でも一眼の 4K の方が綺麗ですけどね。だからなんかその違いを出せるっていうのはね、いいと思いますよ。うん、
まあ、あとはやっぱね資産になるっていうところもいいですよね。まあ、僕ネイティブで動画撮ってますけど、アクティブでわかんないですけど、まあ、常に動画は撮ってますけど、ただね、直近でアップロードした動画しか見られてないのかっていうわけじゃないんですよ。過去に撮った映像ずっと見られてるやつありますし、もちろんね、撮って全く見られてないままそのまま回ってないのもありますよ。だけど回ってるやつもあるし、だから結局その資産になってるというか、なんだろうな、自分が何もしてなくても過去の映像がどんどん、だから僕がね動画頑張れる理由の一つで、やっぱその資産になる、ストックされるっていうところで、ストックされてなかったらね頑張れないですね。まあ頑張ってるっていうところも超えてる部分はありますけど、ただその YouTube 一本張りにできる理由としてが、理由としてやっぱ大きい部分が資産を作ってるっていうところありますよね。でステップメールも資産とかになるんですよ、もちろん。ステップメールとかも、ただステップメールって、まあ、そのステップメール、その登録してもらわないといけないじゃないですか。まあ、YouTube も見られないといけない部分あるんですけど、登録っていうフィルタリングがあるじゃないですか。じゃあ登録されなかったらそもそも流れないじゃないですか。じゃあその登録してもらうために広告出すか、無料で集客して登録してもらうかしかないんで、じゃあその入り口どこにするのっていう、まあ別にね PPC 広告とか Facebook 広告とか AdWords、まあ、そういうの出して回していくんだったらまた全然、まあ、別の話になりますけど、お金使わずやっていくんだったら、まあ、無料のプラットフォームから集客してリスト登録しないといけないわけじゃないですか。じゃあどこ使いますか、まあ、YouTube でしょうって話で、じゃあ結果的に YouTube とかそのなんか Twitter でもいいんですけど、ツイッター、YouTube、インスタ、まあブログ、まあ何かしらの入り口がないとリスト登録なんないじゃないですか。そう。じゃあそのどこでやりますかって話で、まあ YouTube だよねっていう。そう、東京のオフ会やった時ですね。東京のオフ会やった時に、その俊英くんかな、俊英くんがツイッターでもリストが1ヶ月で100か200取れてるって言ってたかな。だけどツイッター薄いですって言ってましたね、やっぱ YouTube で取れたリストの方が濃いですって言ってましたね、そりゃそうですよね、ツイッターは薄いですよそりゃ、まあそもそもツイッターって気軽に見てる媒体ですから、どちらかというと YouTube の方が濃いですよね。だ今回そのまあ基本的にその全般、まあ僕の得意なのは YouTube で集客してリストマーケティング、ここを教えていきたいところではあるんですけど、もちろんここは入れますけど、ただそのニーズ、お客さんのニーズとしてはそのリストマーケティングできないよっていう人ですよね。てかそれはできないよじゃなくてできるようにならないとダメなんですけどね。ただそのね広告収入で稼ぎたい、まあそのリスト取ってなんかなんかそういうの難しいっていう方のためにもね、まあ広告収入で YouTube 行けますから、ただまあチャンネル登録者数1000人いかないとダメですけどね、それはもう規約が変わったんでしょうがないですから、じゃあだから1000人行く前にリストマーケティングをしっかり学んどけば、ぶっちゃけ1000人行かなくても100万超えられるわけじゃないですか。だからここはもうやるべきかなって、てか逆に今できない人ってチャンネル登録者数1000になるまで頑張んないといけないわけじゃないですか。で収入ゼロじゃないですか。だから多分耐えられないと思うんですよね。まあ耐えられる人はごく一部だろうし、だからまあ両方学んどくべきかなっていう、でも YouTube の醍醐味っていうのはそのね、有名 YouTuber ぐらいになればいいんですよ。チャンネル登録者数何十万クラスになれば全然それで広告収入で、まあ、ある程度飯食っていけると思いますけど、そこ行かない限りリストマーケティングするしかないと思います。 YouTube で何か商品売っていくっていうことをしないとダメかなと思うんですけどね。まあ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 、副業でね月数万円でもいいから稼ぎたいっていう人もいますから、まあ、いろんなニーズありますから、例えばそうそうそう、この前東京のオフ会来てた
そのシンガポール、マレーシアか、マレーシアから来てたんですね、オフ会にと大阪の。でその子は今27だったかな。でそのお母さんに YouTube やらしてるらしいんですよ。お母さんに YouTube やらしてて、インコか、そのインコの動画で月1万ぐらい行ってるらしいんですけど、チャンネル登録者数がインコで、インコだけで今2年ぐらいずっとやってるんですよ。確か2017年ぐらいからやってるって言ってたんで、でチャンネル登録者数が3000ぐらいかな。だから僕超えてるんですよ、だからインコだけでも行けますけどね。インコだけでもいけんすよ。まあ他にもね、動物系いっぱいありますけどね、まあそういう話もしますし、今回の商品ではそう、まあいろいろあります、やり方っていうのは。ただね、いろんなやり方あるんですけど、王道をしっかりとやるべきかなと僕は思いますけどね。王道って何かっていうと、しっかりと YouTube で集客をして、リストを獲得して、教育して販売していくっていう、この王道が最強であり、このスキルを身につけることが資産になる。まあこのスキル自体が資産になるかなと思いますね。で、このスキルがない人っていうのは、いつも多分ね、あれなんですよね。まあこれが儲かるよとか、あれが稼げるよっていうものに手を出しては、結局何もものにできず、結局お金稼げず、教材買いまくって終わりみたいな。なんかこのね、集客して物を売るってビジネスの基本じゃないですか。そうじゃないですか、ビジネスの基本ですよね。だからこれ資産になりますよね、どう考えても。いや僕もうこれがなかったら飯食えないですもん、正直。これがなかった、このスキルがなかったら今飯食えないんで。だって僕の再生回数なんか、この動画も多分回っても多分100いかないんじゃないですか。だから僕の動画の再生数って、だいたい100いくかいかないか、もしくはいかないか、まあだいたい、まあ平均、まあ全1万本の平均出したら分かんないですけども、まあ何万回とか回ってるやつもあるんで。ただビジネス系で言うならば、平均多分60ぐらいじゃないですか、多分50とか、平均で言うならば多分50、60じゃないですか、平均。それで飯食えるんですよ。もう鷲津さんも言ってましたけど、そう、鷲津さんもね、全然その、気にしてないという。ただそのライブ放送、チャンネル登録者数1000いかないとライブ放送 iPhone でできなくなっちゃったんで、スマホでね。まあ、だからそれはちょっと1000行きたいですねってなんか言ってましたけど、ただそのコンテンツ販売ができるようになれば、そこはあんまり気にしなくても、いけんのかなっていう。はい、まあ、あとはそのネットビジネスで何をやるべきかっていうところに関しては、まあ、はっきり言って YouTube をやらないという選択が僕にはないので、これだけ無料で使えて集客ができて、まあ集客、教育、セールス全て YouTube で全部できちゃうっていう、これをやらないっていう手はないですね。まあ YouTube が存続する限り、僕が赤番くら、もう一回赤番くらったとしてもまたやりますし、そう、もう YouTube しかないですね。まあインスタもあるんですけど、 YouTube がやっぱ最強ですね。なぜならばその YouTube の検索もすごく増えたんですよ。要はやり方とか稼ぎ方を検索してる人が非常に多いんで、でそれで YouTube に出てくる動画っていうのが、その教育コンテンツがあるじゃないですか。なんで、まあ、それを見てる人が多い、調べて。であとは関連、その YouTube の機能で関連動画に出るっていう、あれがありがたいですよね。あれが非常にありがたいんで、あれも一つの、そのアクセスが集められる一つの仕組みですよね。例えば、この人を見てたら僕が出てくるみたいなね。そう、それができるんで、あれがあるおかげで再生も伸びたりするわけですよ。てかもうね、 YouTube やり込んでる人だったら分かると思いますけど、YouTube の再生って関連動画が、まあ、30%、40% なんですよ、結構。だから、まあ半分まではいかないですけど、 40% ぐらい、 30%、40% ぐらいが関連動画から来てるんで、
あの機能ありがたいですよね。うん、はい、ということで、今日販売しますんで、この YouTube の下にですね LINE アット入れておきますんで、LINE アットの方で流しますんで、で30時間限定ですね。30時間限定、はい、ではまた動画多分、まあ今日と明日だけなんで、まああと何本か撮っていくと思いますけどね。まあ今回の商品もね、まあいつもいいですけどね、僕が出す商品はもう全部いいんですけど、もう格段にいいんじゃないかなと。なぜならばなぜ格段にいいかっていうと、僕めっちゃメインでやってるじゃないですか多分この動画見てるあなたが1万本アップロードすることは多分ないと思います。ないので一生手に入れられないデータを公開しますんで、そう、多分1万本これからやったらいらないですよね多分多分ね、コピペ動画でもパクリ動画でも1万回アップロードするの結構大変ですよ多分。一人でやるの、僕全部一人でやってますから。まあその外注化するならできるかもしれないですよ。外注化してそのパクってきた動画を外注化でアップロードして1万回アップロードすることは、それはね自分の手加えてないんでできるかもしれないですけど、自分の手でその動画を1万回アップロードするだけでも結構大変なんで、多分まあ僕に追いつける人はいないと思うんで、さすがに今からですよ。もうすでにやってる人は分かんないですけど、今からっていうことであるならば、まあまあ超えることは難しいかな。僕もまあ日々アップロードしてますから、日々データのアップデートしてるんで、そうだ、このデータを見れるっていうのは非常に面白いのかなと、うん、面白いと思いますよ。なかなか見れないですし、あとは多分1万本レベルでやってて、しかもコンテンツ販売してて、まあセールス動画もセールス動画には入れますけど、なんだ、去年は僕はそのこのやり方でね2800万ぐらい上がってますから、それの証拠みたいなね、証拠本当に稼いでるんですかみたいな、みんなあれ欲しいんで、まあそのセールス動画の中にそのいくら稼いだのかっていう証拠、画像、まあ、入れられるやつは入れますし、まあそれ見ていただければいいんじゃないかなと思います。まあ今年はね、3000万ぐらい行きたいなとは思ってるんですけどね。去年2800万ぐらいだったんで、今年は3000ですね。行きたいなっていうところで、まあ3000行くためにちょっといろいろやりますけどね、今後も商品販売とか企画もの、まあ結局単価なんで、どれぐらいの単価のいくら売るのかっていう話ですから、例えば3000万じゃないですか、単純に50万の商品だったら何本だ、50万の商品だったら60本か、あ60本ですね、6530ですよね。10本で500万だから、単位も出ちゃいましたね、3000万50万の商品だったら60本売れば3000万ですね、まあだからそのどういう商品で何個売っていくのかっていう、ただそれだけですから、まあ目標は出しやすいですよね。僕はいくらどの価格帯でも商品出せますから、まあ今年は180万の商品も売れましたし、今度300万、まあ300万はまだ売ったことがないんで300万売りたいですし、あとは1300万が売れたら1000万ですかね。まあそれは個別コンサルのやつなんですけど、個別コンサルも最初50万からスタートして50万100万180今300なんで、300はまだ売ってないですから、この300売れたら1000万にして、まあさすがに1000万にしたら買う人だいぶ少ない。300万はね、まあやってれば1人ぐらいはいるのかなと思うんですけど、1000万はね、まあ奇跡の大当たりですね。まあ本当にもうマニアックな人しか買わないでしょうね。だからそもそも1000万持ってる人って少ないじゃないですか、現金で。まあ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 、その価格帯で販売しないと結果わかんないですからね。まあ実際300万はね、僕売ってる人知ってるんで、てかもともと教えてた人が300万のコンサル売ってたから、300万いけるだろうみたいな。だ僕が教えてた子が300万で売ってたんですよ。あ、300万で売ってんだ、売れてんだみたいな。でその300万を買った人も知ってるんですよ300万で買ったのみたいな。いや俺の塾入れよって言ったんだけどまあまあ300万で買う人がいるんだなっていう、
売ってる人も知ってるし買った人も知ってるしいや俺のドリアカー最初から入ってくれればよかったのにみたいなね言いましたけど、まあそんな感じですね。はい、ということで、はい、まあ雲が綺麗ですね。まあちょっと太陽がないのが残念ですけど、まあ雨止みましたね、はい、では終わりたいと思います。